ケニア・カルカセス・オポンは、キューバのバレーボール選手。オルギン出身。ポジションは、ウィングスパイカー。元キューバ代表。キューバ代表のエースで、ポジションサイドアタッカー。2005年に、キューバ代表に初選出され、同年のワールドグランプリ2005でデビューした。2006年世界選手権、ワールドカップ2007、北京五輪と、国際舞台の経験を積む。 2010年のモントルーバレーマスターズでは MVP を受賞し、同年の世界選手権やワールドグランプリ2011ではエースとしてチームを牽引した。2005年には日本の V プレミアリーグの久光製薬スプリングスでプレーし、キューバ人独特の超躍力とパワーで活躍した。2013から14シーズンにスイスリーグの VBC 中立ヒで2014から15シーズンにはブラジルリーグのザスコでプレーした。2017、18シーズンは V プレミアムリーグのアゲオメディックスと契約した。日本で生活した際、茶碗蒸しをプリンと間違えて食べてしまい、それ以降茶碗蒸しが嫌いになった。食生活になれず唯一最初に食べられたものはラーメンだった。ありがとうございます。